はい、今回の動画は Excel でよく行う書式設定を自動化して作業の効率を上げる方法をご紹介します。 で、ででよくね、ね。普段自分が行う書式設定です、ね、例えばですけども文字のサイズを変えたりだとか太字にしたりだとかフォントの色を変えたりだとかあとはね、セルの背景の色を変えたりだとかこういったですね、いくつかの書式設定をマクロという機能のところにですね、登録をすることによって次回以降ですね、ショートカットキーでそういった書式設定を行うことができるんで作業効率をね、上げることができます。 それでは早速やってみたいと思うんですけども、じゃあ今回はこの A の2のこの社員番号というところですね、こちらのセルに書式の設定をしてですね、そちらをね、マクロのところに登録をして自動化してみたいと思います。それではね、じゃあ今回この A の2のセルを選択をした状態で、この上の表示タブのところですね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとこの中の一番右の方ですかね、このマクロというところがありますんで、このマクロっていうこの下のね、文字のところですね、こちらをクリックします。 で次にこのマクロの記録というところをクリックしてください。はい、そうするとこのマクロの記録というウィンドウが開きますんでまずこのマクロ名を、ね、自分で決めることができますんでこれは、ね、ご自身で分かりやすい名前を付けてください。まあ、今回このままマクロ1でいきます、はい。で次にその下のショートカットキーのところはこのコントロールキーと組み合わせてですねこのマクロを、ね、呼び出すキーを決めます。 でここで登録をするキーですけどもよく使う、ね、コピー貼り付けのショートカットキーですねコントロール C とかコントロール V とかはね登録をせずにあまり使わないキーを登録しておくといいと思いますでは今回コントロール L とかにしてみましょうかねなのでキーボードの L を押します、はい、で次にその下のマクロの保存先ですけども標準の状態だとこの作業中のブックになってると思うんですけどもこちらにするとですね今開いてるこの Excel のブックですねこちらのみでマクロが使える状態になります でこの作業中のブックというところをクリックをすると他にも、ね、新しいブックとあと個人用マクロブックというのがあって新しいブックというのはです、ね、もう一つ別にです、ね、新しいブックを開いてそちらにマクロを保存する形になりますであともう一つ個人用マクロブックというやつですねこれはですべ、ね、てのです、ね、Excel のブックでこのマクロが使えるようになりますので登録をするマクロをです、ね、いろんなところで使いたいなといった場合はです、ね、この一番上の個人用マクロブックというやつにです、ね、しておいてもらえるといいと思います これで OK ボタンをクリックして、マクロの登録を開始します。で登録を開始したら、書式の設定をしていきたいと思いますので、まあ、今回何でもいいんですけど、じゃあ、ホームタブに戻って、じゃあ、まず太字にしてですね、文字を赤にして、背景にちょっとね、じゃあ、黄色い色を入れてみましょうかね、はい。これで書式の設定が終わったらですね、もう一度表示タブをクリックをして、このマクロのところですね、先ほどと一緒でこの文字のところをクリックをして、今度この記録終了というところですね、こちらをクリックしてください。 はい、これでね、今この設定したこの書式設定がマクロに登録をされましたんでじゃあこの右側のセルのところもねじゃあ選択をして今回コントロール L で登録をしましたんでコントロール L を押します。でじゃあ続けて下のこの合計勤務時間のところまでやってみたいと思いますんでこちらを選択してコントロール L という形でですねこういったねいくつか組み合わせた書式の設定もショートカットキーで一発でね変更できるようになりますんで非常に便利かなと思います。 はい、といったことで今回の動画では Excel でよく使う書式設定を登録して自動化する方法をご紹介しましたけども普段ね Excel で自分でいろいろ使っていてですねこの設定よく使うなっていうものがねある場合はですねこのマクロの方に登録をしといてもらえると非常に便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。